電車が近づく気配が好きなんだ。高架線のその下で耳を澄ましてた。柱の落書き筋とイニシャルは誰が誰に何を残そうとしたのだろう。時の流れは教えてくれる。過ぎ去った普通の日々がかけがえのない足跡とさよなら。未来